中国物価1月0.8%下落2009年以来下げ幅デフレ懸念続くと中国であれデフレスパイラル始まったんじゃねえのって話をですね以前したことがあると思うんですけれどもどんどんデフレがね加速し状態化していく様子でございますでは読んでいきましょう中国国家家計局が 8日発表した1月の消費者物価指数 CPI は前年同月比で0.8%下落した下落幅は0.3%だった前月から拡大し4か月連続のマイナスだった香港メディアによると下落率は2009年9月以来の大きさを記録した不動産の不況の深刻化を背景に庶民の雇用所得環境は厳しく耐久消費財の値下がりが続くなどデフレ圧力がくすぶり続けている貧平政権は金融緩和など景気 下支えにに動いていいててるるがが消費回復には時間がかかっている昨年1月には新型コロナの感染拡大を徹底的に食い止めるゼロコロナ政策が終わって初の春節の大型連休があったため物価が上昇しておりその反動による影響もあった今年の春節連休は今月10日から17日まで。 昨年より時期が遅い中国人の食卓に欠かせない豚肉が前年同月比で17.3%と2桁の下落が続いていることも響いた食品価格は5.9%低下した自動車やスマートフォンといった耐久消費財も下落している一方で春節を前に旅行は1.8%の上昇だった変動が激しいエネルギーと食品を除いた小足指数は0.4%上昇だった前月の0.6%上昇から鈍化している統計局が同時に発表した1月の工業品卸 売り物価指数 PPI は前年同月期で2.5%下落とということです一部上がったのもあるらしいんですけども食品エネルギーそこら辺を入れて全部入れるとですねまあ0.8%下落と前年同月比ですけどもね今始まった話ではなくて、まあ、4ヶ月続いてるということと基本的にはこのデフレ傾向がずっと続いてきているということなんですねしかもこれデフレの原因が需要が低いです あんま売れないないと需要が下がってるからしょうがないからちょっと安くしないと売れないかしらみたいな需要がなだからデフレって言ってもいろんなパターンがあるわけです例えば人民元が上がっていってね資源調達安くできたよねって言ってコストが安くなったから安く提供できますって。 っていう価格が安いのとみんな財布の紐が固くなってね需要が減って売れないから仕方なく叩き売りするっていうねいや同じ安くなるでも全然違いますでしょじゃあ中国のデフレってどういう形で起きてるかというと需要が減ってるというデフレでこれはやばいデフレなんですよというか日本がずっとね失われた10年とか30年とか言われてましたけども日本がずーっ と悩んできて抜け出せなかったのがこういう悪いデフレなんですね需要が減ってる生産設備があるわけですよ需要が減ってる安くなるそうすると素額の生産設備あるのに一部しか売れないしかも安くしないと売れないとすると企業の収益がガーンと落ちますよねもともと小さい設備だったらねランニングコストも低いわけですけども大きな設備持ってるわけですから なんだ半分でいいじゃんって話になるわけですよねそうするとですね企業の収益性が落ちますそうすると賃上げはできないですよねなんならごめんボーナスなしっていうねもしくは新規雇用するにしてももっと安くじゃないとね雇えないってことになるとこれ賃金が上がらないで賃金が上がらないと なんかねねヨヨってしますよ、ね、景気は気からって言いますけどもみんなね高いもの買ったり派手なお,お金の使い方しないというふうになって自分もね会社も収益性悪化して給料が上がらないだろうなといういや一歩間違ったらね首切りになっちゃうかもしれませんからねそんな中でパーッとね使うわけにもいかないじゃあ自分もちょっとできるだけね支出を減らして貯金しておこうとかってなっちゃうそうするとますます需要が減るわけですよ。そうすると価格がさらに下がり 企業の収益性がさらに下がるそうすると賃金が上がらないし首切られる人も出てくるあ、不況だなということになるとみんな娯楽にお金なんか使えませんよできるだけ貯金するってことになってきますこれが負のスパイラルなんですよね物価が下がる、給料が下がる物価が下がる、給料が下がるこれがずっと繰り返してきたのが日本ですよね今ようやくそのね負のスパイラルから抜け出す入り口に立ったところですよまあ日本はこれからね 明るい未来があるんじゃないかと私は思ってるんですけどもそれに引き換え中国は破竹の勢いでね経済上がってきましたでしょでもここへ来て一番重要なとこですよバーンって上がってそのままああーって,言って怒ったらこれダメなわけでバーンと言って上がってこれいつまでもこの勢いで行くわけはないですからどこかで 安定飛行に入んなきゃいけないわけですよねですからこうグイグイグイと伸びてきたものが高度に成熟したね経済大国となって安定期に入れるかどうかここがですねものすごく重要なんですこれ失敗したらまたバーンって行ってしまうかもしれませんからねですから日本はその点ね高度経済成長から成長期から安定期にうまく入れたわけなんですね 武田恒にチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。